リラックスして体の起伏を感じてください。呼吸に集中して楽園を想像して、夢の地を想像してください。石をどうしたんだい？そんなしけた顔して。あれ、君のかっこいい石膏灯は？4分16秒の遅刻だぞ。その時間でアキビリの死の謎を解明したならいいが、そうでないなら七死人と問題を起こすべきではないと忠告しておこう。問題？君までそんな風に言うのかい？僕は本当に彼らと友達になりたいと思っているのに、どうして誰も信じてくれないのかな。やかましい奴に友人などできるものか。ここで豆知識を教えてやろう。アティニークジャクは宇宙でも1、2を争うほど耳障りな鳴き声を上げる鳥だ。そして君の身なりは派手なクジャクによく似ている。そのクジャクの羽も誰かに綺麗にむしり取られたようだが、荷物はファミリーに没収されたのか？ああ、あの灰色のスーツを着たやつに全部取り上げられちゃってね。祝い金も奇跡を入れてたケースも。おや、どこに行くんだい？帰るに決まっているだろう。バカのせいで全て台無しになったとカンパニーに報告する。たかが石ころ数個くらいでそんなに悲観的にならなくても。なくなったから何だって言うんだ。あの砂金石がなければ、君はカンパニーから死刑宣告を受けたツガンニアの奴隷でしかない。それとも君の首にある商品コードも琥珀の王から賜ったものなのか？へえ、いいね、面白い。どうやら博学な友人はしっかり予習してきたようだ。それが僕の仕事だからな。そうでなければどうやって一人のギャンブラーがカンパニーの代わりにピノコニーを取り戻すんだ？安心して教授、方法ならあるから。ファミリーはカンパニーの介入を恐れているからこそ断るごとに対立している。もしかするとピノコニーは最初から調和の陰謀だったのかもしれない。いいかい、あの招待状は自作自演の見せかけだ。おそらく彼らは調和セレモニーで何か大きなことをしようとしている。あるいは招待者は別にいるけど、彼らはそれを黙認してさらに大きなことを企んでいるのかも。まあどうでもいいけどね。ファミリーでも時計屋の遺産でも僕の役に立つならそれでいい。要点を言え。方法とは何だ？今はそこまではっきり教える必要はないだろう。まだ切り札を出す時じゃない。憎たらしいギャンブラーめ。協力の前提は互いの信頼だというのに。ツガンニア人の幼児教育にはそんなことも含まれていないのか？なら君は僕を信用するかい？それは君の態度次第だ。つまり君も僕を信用していない。それなら構わないだろう。あと僕は教育を受けたことも両親からそんな教えを受けたこともない。僕に何か教える前にいなくなっちゃったからね。すまない、悪気はなかったんだが。気にしなくていいよ。でも両親は僕に友人こそがエビキン人の武器だと教えてくれた。調和が虎視眈々と狙っている状況じゃ僕たちの友人も大いに越したことはない。ガーデンオブリコレクションと請求列車はすでに接触していて、アナイア・レイトギャングは望み薄かな。準備の騎士団は招待に応じるかどうかわからない。
パブの連中は、そういえばさっき会った人は巡回レンジャーだって言ってたっけ。何か変な感じがするな。君、ちょっと彼女の素性を探ってみてくれないか。あれ、いない。そこまで僕を嫌わなくてもいいのに。やれやれ、どうやら自分でやるしかないみたいだ。ここが夢の地。なんか不気味な雰囲気だな。それにさっき変な音がしたような。これはメモか。おーい、僕が見えますか？こっちです。こっちに来てください。無郷は修繕中です。ホテルスタッフの案内。ですね、よかった。気づいてもらえないかと思いました。思考の回廊へようこそ。ここは黄金の時につながる通路だと思ってください。ちなみに僕はここの案内役です。え、僕を覚えていてくれたんですか？嬉しいな。ここは一時的な中継ステーションなので、少し簡素に見えるかもしれませんね。無郷内のホテルレバリーは今修繕工事中なんです。滞在中に不便をかけてしまってすみません。でも黄金の時に行けば、きっとあらゆる悩みがきれいさっぱり吹き飛びますから。無郷内のホテルレバリーのことですか？ごめんなさい、詳しいことは僕にも分からなくて。もう無郷パスポートで読んだかもしれませんが、改めて紹介しますね。黄金の時はピノコニーの十二無郷の一つで、対応する時間は真夜中。そこでは夢の中の時間が永遠に0時前の瞬間にとどまっていて、明日が訪れることはありません。そしてその夜の熱狂も永遠に終わらない。ああ、別に夢の中の時間が停止しているわけではありませんからね。お客様の心身に負担をかけないよう、無郷内の時間の尺度は現実世界と同じに設定されてますので、ご心配なく。メモ？お部屋の中で拾ったんですか？ああ、もしかして前の宿泊客が残していったゴミでしょうか。僕の不注意です。掃除が行き届いてなくてご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。向こうの門を通り抜けるだけで黄金の時にたどり着けますよ。忘れられない夢を楽しんでください。このドアの向こう側に本物のピノコニーがあるのか、楽しみだな。
したの？何？あ、うん、ねえ、大丈夫？初めて無境に来た人にとってそれは普通のことよ。こちらの客人は現実から無境への変化に慣れていないようですね。ですが心配はいりません。そうした無重力感は初めて無境に入った旅行者によくあることですから。ロビン、私たちの友人がこの美しい夢に順応できるよう手伝ってあげてください。任せて。大丈夫、力を抜いて、すぐに終わるから。吸って、吐いて。これで無境を完全に掌握したわ。ようこそピノコニーへ。ハーモニーよ。ご心配なく。彼女はあなたが無境の中で自分の体を自由に動かせるよう調和の共鳴を利用してあなたを調律しただけですから。ピノコニーの夢の本質は奥質が構成する世界、その性質を掌握しなければその中で自由に行動することもできません。例えば泳ぎを覚えたばかりの人は浮力に適応できずに水に沈んでしまいますが、体が水の流れに慣れれば自然と水面に浮かぶことができるでしょう。はい。ですが奥室に対する私たちの理解は表面的なものにすぎません。ガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーを除いて普通の人間が奥室を思い通りに操ることは難しいのですが、ご安心ください。調和の調律の下では基本的に現実の物理法則に基づいて夢の世界の仕組みを理解することができますので。あ、これは失礼。また職業病が出てしまいました。私はこの人に教えたがる癖を改めることができないのです。気にしないで、兄様はいつもこうだから。私たちはお先に失礼するけれど、あなたはファミリーが作った美しい夢の楽園を楽しんでいってちょうだい。じゃあね。ショップ見に行ってみるか。賑やかだな。こんなにたくさんの人が無境の中で暮らしてるのか。